ジャイアンツ対ドラゴンズの20回戦、その前にファーストピッチとして藤浪辰爾さんが登場しました。ご覧のように素晴らしい一球を投げた試合前の東京ドームの様子。さて試合はプロ初先発の西舘がジャイアンツの先発のマウンド。ただ初回です、ドラゴンズの宇佐美に先制2点タイムリーを打たれました。2対0ドラゴンズが先制。一方こちらもドラゴンズの福谷は今シーズンの初先発、ジャイアンツのモンテスが1点を返すタイムリーを打ちます。5番の大城、センター大きな打球、岡林追いついて犠牲フライ、これで2対2の同点に追いつきます。2回です、ピッチャー福谷のこの打球、丸がジャンピングキャッチ、守備で西舘を盛り立てます。その西舘のプロ初打席、ノーアウトランナー一塁という場面でしたが、福谷の素晴らしいフィールディングもありましてダブルプレー。プロ初打席は送りバント失敗となりました。4回です、ノーアウトランナー三塁二塁、ピンチを招いた西舘、田中のこのショートゴロの間、三塁ランナー帰ってきて3対2、ドラゴンズが1点を勝ち越します。続く福谷のこの打球はショート門脇、タッチアウト。今度は守備が西舘を盛り立て4点目を防ぎました。5回です、ピンチを作った西舘、石川に犠牲フライを打たれます。リードを広げられて4対2。ただ続く6番の宇佐美はサードゴロに打ち取りました。西舘は結果5回を投げて4失点というプロ初先発のマウンドでした。一方福谷は6回クリーンナップからという攻撃を三者凡退に抑えまして、結果この回まで抑えて6回2失点という投球。7回です、2番手の赤星、まずワイルドピッチ、さらにはパスボールがあって三塁に進んで細川のタイムリー、大きな5点目が入りますドラゴンズ。さらに6番の宇佐美、ブルース、ジャイアンツファンが待つライトスタンドへ届ける今シーズンの第1号。7対28回です、岡林のこのタイムリーで今日岡林4安打、8対2とリードを広げます。最終9回、最後は祖父江が大城をセカンドライナーに打ち取ってスリーアウト。結果今シーズン初先発の福谷が今シーズンの初勝利、1軍では1年3ヶ月ぶりの勝利となりました。